皆さん、こんばんは。こんにちは。おはようございます。バードフィーダーの記載、ルートレス山崎です。またまた新しいバードフィーダーのアイディアが浮かんだので、頭の中から消えてしまわないうちに、ちゃちゃっと作って、早速テストしてみました。この新しいバードフィーダーは成功するのか、はたまた失敗するのか、最後に意外な結末が待っておりますので、お見逃しなく。ひまわりの種と緑のラードをセットして、開店準備完了。開店前から待っていた、ひよどりさんが口開け最初のお客様です。今回作ったバードフィーダーのメインは、棒に刺した殻付きピーナッツです。ひまわりの種と緑のラードは、あくまで添え物なんですが、ひよちゃんのお目当ては緑のラードなんです。まあ最初のお客様なんで、緑のラードが目的でも大事にしなくてはいけませんね。それにしてもひよちゃん、いつも美味しそうに緑のラードを食べるね。ひよちゃんにはショックかもしれないけど、今回で緑のラードはメニューからなくそうと思うんだ。秋になると冷やし中華の人気がなくなるように、緑のラードが真冬のように半日でなくなるってこともなくなったし、一回作って出しても3日は残っているからね。これがなくなったらおしまいだよ。あらら、橋太柄さんまで。ひまわりの種でもなく、殻付きピーナッツでもなく、緑のラードを食べに来るとは珍しいね。おしちゃったの今日は。四十からさんも緑のラード買い。せっかく目の前にドドーンと殻付きピーナッツが並んでいるんだから、ピーナッツも食べてちょうだい。ちょうど君たちの鼻の高さにピーナッツがあるから、香ばしいピーナッツの匂いがたまらんでしょや。何、ピーナッツの匂いで緑のラードが進むって、うなぎの香りでご飯を食べてるんじゃないんだからさ。遠慮しないでピーナッツも食べてよ。左側にちらちら見えるカーテンは誤算でした。風でカーテンがなびかないように大きな洗濯バサミで4箇所固定していたのですが、私の思っていたより風が強く、固定していた左側の洗濯バサミが外れてしまいました。これでは鳥たちが警戒してゆっくりと食べていられませんね。ごめんね鳥さんたち、これは私のミスです。それにしても今日は殻類の鳥たちがこんなに緑のラードを食べてくれるなんて意外でした。ひまわりの種を持っていく子はいると思っていましたが、ひまわりの種には目もくれず、緑のラードばかり食べています。メニューから消えると聞いたら、今のうちに食べておかなくちゃと思ったの。明治のチェルシーが生産終了って聞いたら、無性に食べたくなる人間と一緒だね。チェルシーはもう食べられないかもしれないけど、君たちが食べるのなら、まだしばらく緑のラードを作り続けるからさ。殻付きピーナッツを食べてちょうだい。じゃないとどうやって改良したらいいのか見当がつかないのさ。お願いだからピーナッツバーに泊まってちょうだい。さて私の願いが四十からさんに伝わるのか。おっと、今度は成功か。空もう一歩そっちかい。四十からさんの絶妙なボケでやきもきさせられます。失敗しようがないと思っていましたが、苦戦を強いられています。庭に置いてあるピーナッツバーは常に順番待ちなのに、なぜ、なして四十からさん、なしてなの。四十からさんや橋太柄さんの一連の動きとして木に止まって庭のピーナッツバーの順番待ちをし、順番が来てピーナッツバーを食べたら上の窓の手すりに飛んできて緑のラードを食べています。はあ、風で煽られたカーテンが絶妙なタイミングで動くので、その度に鳥たちが驚いて逃げてしまいます。せっかくの新バードフィーダーオープン記念が台無しです。大変遅ればせながら、今回バードフィーダー作りの記載、ルートレス山崎が作ったバードフィーダーのご説明をしたいと思います。新作バードフィーダーの特徴は、植木鉢に刺したピーナッツバーは縦型でしたが、今回は鳥たちが止まりやすい横型にしてみました。新作バードフィーダーに使っている材料と作り方を簡単に解説いたしますと、ダイソーの焼きすぎテーブル型花台の両側に同じくダイソーで買った桐の板を打ち付け、その板に3ミリの穴を開け、殻付きピーナッツを刺した溶卵支柱を通しています。給仕はそろそろ終了するというのに、頭の中に次々に新しいバードフィーダーのアイディアが雪のように降ってくるのです。実は今
夏に使うバードバスの材料をホームセンターで買ってきて、その重要なポイントとなる装置のテストをしていたら、このバードフィーダーのアイディアが頭の中にパッと浮かんできて、バードバスのテストを中止して作ってみたんです。鳥たちだって縦の棒よりも横の棒の方が絶対に止まりやすいはずなんです。鼻の高さにピーナッツがあるから、その香りに食欲がそそられるはずなんです。これはもう絶対に失敗しようがないはずなんです。人間だって鼻先に大好物の匂いがすれば食べたくなるでしょう。間違いない、間違いようがないよね。シジュウカラさん、あれ、一瞬から月ピーナッツをつっついたけど、ひまわりの種を持っていきました。なぜ？もう訳がわからなくなってきました。庭のピーナッツと同じ袋から出して作ったピーナッツバーなのに、何かが違うのでしょうか？縦はいいけど、横は嫌ってことでしょうか？そんな、それはないでしょう。そんなことはない。本当にないと言い切れるのか？だってこっちの方が、断然食べやすいはずです。ピーナッツバーの上に乗らなくても、今止まっている場所からちょっと背伸びすればピーナッツを食べられます。もうミステリーすぎます。お手上げです。新しいバードフィーダーは、カラ類の鳥さんたちに嫌われてしまったのか、全然ピーナッツバーに興味を示してくれません。目の前のピーナッツバーを無視するかのように、緑のラードとひまわりの種を食べています。そういえば、五十からさんが上がってきません。庭にいるのは分かっていますが、なぜかこっちの新しいバードフィーダーに来てくれません。もう緑のラードは食べないってことでしょうか。太陽が傾き始めて、タイムアップが近づいてきました。このまま誰にも使われずに、新しいバードフィーダーはお蔵入りしてしまうのか。誰か、誰でもいいから、新しいバードフィーダーからピーナッツを食べてちょうだい。おっと、ここで意外な伏兵現る。シメさん、それもオスです。君の力強いくちばしでバリバリとピーナッツの殻を割って思いっきり食べてちょうだい。いやいや、ひまわりの種はいつでも食べられるでしょう。意外です。シメさんがヒヨドリさんを追い払うなんて、ヒヨドリさんの方が大きいのに、シメさん強気だね。向かうところ敵なしって感じで、もうシメさんのやりたい放題、ひまわり食べ放題。緑のラードの上にシメさんが食べたひまわりの種の殻が積もっています。暴君シメさんが現れてしまったため、今回の新バードフィーダーのテストは終了です。本来なら今回のような失敗作ができた場合、動画は公開せずにお蔵入りさせるのですが、たまにはこんな失敗動画も面白いと思ってアップロードしました。今回失敗するなんて思いもよりませんでした。完璧に失敗です。発明王エジソンは、失敗は成功の母と言いました。成功するものは、失敗からしか生み出せないということなんでしょうかね。今まで考えたバードフィーダーの中には、失敗するかもと予想していて、予想通りに失敗するものはありましたが、今回のバードフィーダーのように、失敗するはずがないと自信を持ってデビューさせたものが全く鳥たちに使ってもらえないなんて初めてです。ピーナッツバーの下に置いた緑のラードとひまわりの種は食べてくれましたが、その2つはあくまで添え物ですから、ピーナッツバーから殻を割ってピーナッツを食べてくれなければ失敗としか言えないでしょう。
さて今回の動画はいかがだったでしょうか。私には失敗の原因が全くわかりません。失敗した原因がわかっていれば対処もできますが、何が悪いのやら。一つのバードフィーダーに餌が3つ。なかなかいいアイディアだと思ったんですけどね。この新作バードフィーダーは、失敗バードフィーダーから成功バードフィーダーに生まれ変わることができるのでしょうか。それとも、このままお蔵入りになるのか。今後の展開にご期待ください。この動画が気に入っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。したっけね。